ピーナバウシュピーナバウシュはドイツのコンテンポラリーダンスの振り付けや舞踊家。1940年ドイツのゾーリンゲン生まれ。実家はカフェレストラン。14歳からエッセンのフォルクバンク芸術大学でクルトヨースに指示。18歳で首席卒業後国費交換留学生としてニューヨークジュリアード音楽院舞踊家に入学。アントニー・チューダーの勧めにより、 メトロポリタンオペラバレエ団やニューアメリカンバレエ団などで活動。1962年に帰国し、フォルクバンク舞踊団でソリストとして活躍。振付を開始し、1969年には芸術監督に就任。この年フォルクバンク芸術大学の教授にもなっている。同年の作品、字の風の中でが、ケルンの国際振付やコンクールで1位を獲得した。 1973年、ブッパタール舞踊団の芸術監督に就任する。ドイツ表現主義舞踊の影響を色濃く受け継ぎ、演劇的手法を取り入れたピナ独自の舞踊芸術は、演劇とダンスの融合とも言われ、彼女自身は、ダンツ・テアターと呼ぶ。1983年、フェデリコ・フェリーニ監督の映画、そして船は行くに出演。1999年、 坂本隆一オペラ、ライフに出演。2002年には、ペドロ・アルモドバル監督作品、トークトゥハーの冒頭で代表作である、カフェ・ミュラーを彼女自身が踊っている。2009年6月30日、ガンの告知を受けた5日後に68歳で死去した。日本では、前年4月2日の、滋賀県立芸術劇場美ワ湖ホールで、フルムーンを踊ったのが、最後の公演であった。 2011年に彼女の死により制作が中断されていたドキュメンタリー映画ピーニャピナバウシを踊り続ける命が公開されたブッパタールブヨーダンの看板2009年春の祭典のカーテンコールありがとうございます